オークランドはアメリカ海軍の軽巡洋艦。アトランタ級軽巡洋艦の5番艦。艦名はカリフォルニア州オークランドにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。本艦以降の4隻はオークランド級として分類される場合がある。オークランド級の相違点は両翼の連装5インチ砲塔が削減された点である。オークランドは カリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘムスチール社で1941年7月15日に寄港した。1942年10月23日にオーレリア・イチラインハート博士によって命名、浸水。1943年7月17日に館長ウィリアム K フィリップス大佐の指揮下収益する。 オークランドは1943年夏からのサンディエゴ沖での訓練公開を経て11月3日に新珠湾に到着した。オークランドはフナフナティ島近海に進出し3隻の十字二王艦及び2隻の駆逐艦と第50.3任務軍を構成しガルバニック作戦の支援を行った。任務軍はギルバート諸島での水陸両用作戦を援護し、 機動部隊は11月19日から空中援護を開始した。日本側は航空部隊を繰り出し、20日午後から機動部隊を攻撃した。オークランドは対空砲火により機動部隊に接近した2機を撃墜し、別の2機を追い払った。11月26日から機動部隊はマーシャル諸島の北東海域で再び日本機の空襲を受けた。オークランドは 対空砲火で日本機を撃退し続けたものの12月4日23時32分に空母レキシントンの艦備に魚雷が命中し、オークランドは損傷したレキシントンを護衛して後方に下がり12月9日に真珠湾に帰島した。オークランドは第58.1任務軍に加わり1944年1月16日に真珠湾を出撃した。 任務軍は1月29日にマロエラップ干渉を空襲し、翌1月30日からのクエゼリンの戦いの援護を行った。2月1日のクエゼリン干渉に対する水陸療養作戦を支援した後、オークランドは任務軍と共に占領したばかりのマジュロに2月4日入港した。任務軍は2月12日にマジュロを出撃し、 2月16日から17日にかけて、トラック島空襲を行って、トラック諸島の日本海軍施設に大打撃を与えた。任務軍は2月21日と22日に、マリアナ諸島の日本軍拠点を攻撃し、オークランドは、日本機の夜間攻撃を迎え撃って2機を撃墜し、もう2機を追い払う支援を行って、マジュロに帰投した。オークランドは3月7日、 第58.1任務軍と共にエスピリトゥさんと島に向かった。任務軍はソロモン諸島近海を通過し、3月20日にニューブリテント北方にあるエミラウ島への上陸作戦を支援した。27日にカロリン諸島に入った任務軍は日本機の空襲に遭遇したもののオークランドや他の艦艇の対空砲火により損害を受けず追い払った。 任務軍は3月30日に、パラオ、31日にアップ島、4月1日に、ウォレアイ干渉を攻撃し、4月6日に、マジュロに帰島した。4月中、任務軍は、ウェイク島とサワー干渉への攻撃を行った後、トラック諸島を再度攻撃し、4月29日から30日に、かけてはサタワン干渉を攻撃した。5月1日に、 ポナペ島を攻撃した後、オークランドと任務軍は5月4日にクエゼリンに帰島した。オークランドは対空訓練の後、再び任務軍と行動を共にし、6月11日のグアムへの空襲の後、小笠原諸島を目指して北方に向かった。第58任務部隊は、要塞化されたマリアナ諸島に西方に出て、反抗に出てきた日本艦隊を迎え撃った。 6月19日のマリアナ沖海戦では、3つの航空部隊から発進した、日本の航空攻撃隊をオークランドなどの、対空砲火などにより完膚なきまでに撃ち落とした。これを、処位、マリアナの斜面取り撃ちという。海戦の終盤、攻撃から帰ってきた味方攻撃隊を収容するため、ミッチャー中将は全艦艇にライトを点灯させて、機還の手助けをするよう命じた。 オークランドは36インチのサーチライトを点灯した。第58.1任務軍は6月23日、パガン島と洋島を攻撃し、6月27日に補給のために植えトく干渉に帰島30日に、小笠原諸島への再度の攻撃のため出撃し、7月3日から4日にかけて、父島と洋島を攻撃した後、 5日には南下して、マリアナ諸島沖に達した。7月7日、任務軍は、グアムとロタ島を交互に攻撃し、オークランドは、駆逐艦、ヘルムと共に、オロテ半島沖で撃墜されたパイロットを救助した。8月には、スカベンジャー作戦に参加。8月4日8時ごろ、偵察機は、父島近海で、ジグザグ航行を行い、横須賀に向かっていた。 日本の4804戦団を発見した。報告から2時間後、任務軍の航空部隊は、輸送戦団に対して、攻撃を開始した。オークランドは、軽巡洋艦サンタフェ、モービル、ビロクシを呼び、第91駆逐軍と共に、輸送戦団に止めを刺す攻撃部隊を臨時に、編成した。12時41分、攻撃部隊は、任務軍から一時離脱し、 30ノットの速力で弟島と嫁島の近海に17時30分ごろ進出した。駆逐艦は巡洋艦の前に出てスクリーンを構成し18時45分ごろに小型タンカーを撃沈した。19時24分には輸送船団から反転してきた駆逐艦末を発見して撃沈した。21時45分、オークランドは 父島南方で反転する7500トン級の貨物船を発見して撃沈した。オークランドはさらに、二見港に対して、艦砲射撃を行い、海岸砲台を沈黙させた後8月5日11時19分に、この海域を離脱していった。オークランドの一連の砲撃により、数隻の日本船が沈没し、水蒸気基地は破壊され、港湾施設は炎上した。 9月6日から8日にかけて、オークランドのいる任務軍は、パラオ近海に向かい、ペリリュー島を攻撃した。9月22日にはさらに西方に向かい、ルソン島の日本軍航空基地を空襲した。10月6日、オークランドは任務軍と共に、ウルシー艦渉を出撃し、10月10日には沖縄を空襲。10月12日に台湾と方古諸島を攻撃し、 期待している、最中の18時35分、日本機が反撃してきた。10月13日、この日も日本機の空襲があり、オークランドは、日本機を撃退していった。しかし、18時35分に、第38.1任務軍の従順洋艦、キャンベラが、魚雷の命中により大破。翌14日にも軽順洋艦ヒューストンが同じく、魚雷の命中により大破した。 オークランドは損傷し栄光されるキャンベラとヒューストンを途中まで護衛した後、10月17日から19日まではルソン島攻撃を支援。10月20日のレーテ島上陸の援護を行った。第38.1任務軍は補給のためウルシーに向かう途中、レーテ沖海戦が起こったことを知り、レーテ湾に迫る日本艦隊を撃退するため反転した。 この海戦で日本海軍は有効な戦闘部隊としては事実上終焉を迎えた。11月から12月にかけて第38任務部隊の各任務軍はフィリピンの戦いの支援で各地を空襲し、オークランドは一貫して護衛に任じた。オークランドはまた12月18日に遭遇し、何隻かの艦艇が大損害をこむったコブラ台風をも乗り切った。 1945年1月11日、オークランドはサンフランシスコに到着し、3月4日までオーバーホールに入った。オーバーホール終了後真珠湾に向かったオークランドは、9日に到着。オアフ島南方洋上で最終的な訓練を行った後、来る沖縄戦のため14日にウルシーに向けて出港した。30日にウルシーに到着したオークランドは、 翌日他の艦艇と共に出撃し、4月2日に第58.4任務軍に合流した。以後5日間、第58.4任務軍は南西諸島中、最も西方にある、先島諸島に対する攻撃を行った。4月10日、オークランドは第58.3任務軍に配置替えとなり、翌4月11日には急降下爆撃機の攻撃を撃退した。 オークランドは4月15日に九州各地の飛行場を攻撃する第58任務部隊の他の任務軍と共に北上した。日本機は何度も任務部隊上空の空中援護の戦闘機を突破して艦艇に突入しようとした。オークランドはそのうちの銀が一機を撃墜し別の一機を追い払った。4月17日任務部隊は 沖縄の防御拠点を攻撃。反撃する神風は朝の警戒飛行をやり過ごして任務部隊に突入してきたが、オークランドは対空砲火でそのうちの2機を撃墜した。オークランドは29日にも別の日本機を追い払った。第58.3任務軍は4月の間、日本機の攻撃を合計11日間も受け続けた。5月11日朝、 偵察機が集団で飛び去った後、朝の配食を食べ終えた、オークランドの乗組員はいつものように配置についた。その時、2機の神風が空母バンカーヒルに突入し、1機はバンカーヒルの環境に激突した。オークランドから3隻の救命ボートが出され、海上に放り出されたバンカーヒルの乗組員を救助した。任務部隊は5月13日に、 九州各地の飛行場を再び空襲し、翌14日朝に日本機の反撃があった。朝食後、一機の冷戦が雲の合間から旋回するのが確認された。オークランドは直ちに対空砲火を打ち上げたところ、この冷戦は姿を消したかに見えた。しかし、実際には体制を立て直しただけであり、冷戦は空母エンタープライズに突入して穴を開けた。 これに続いて、神風の集団がやってきた。15部の間に、オークランドは神風に対して4回反撃し、うち2回の撃墜の援助が認められた。5月の残りの期間、オークランドは、第58.3任務軍と共に、沖縄沖にあり、5月29日に、第5艦隊が、第3艦隊に変わった際に、第38.1任務軍に移った後、レーテ湾に向かった。 6月1日、オークランドは、レーテワン北西部のサンペドロ湾に帰島した。7月1日、第38任務部隊は、サンペドロ湾を出撃し、日本各地への攻撃に向かった。オークランドは、第38.3任務軍に属した。攻撃は7月10日から、関東地方と北海道への空襲から始まり、オークランドは7月17日から20日にかけての、 東京攻撃、7月24日から27日にかけての暮れ、神戸への攻撃及び7月30日の名古屋への攻撃と東京への再攻撃に参加した。8月7日には、東北地方と北海道への再度の攻撃を行うため、北に進路を向けた。8月15日、日本が降伏を受諾したため攻撃中止命令が出され、オークランドは、 日本占領のため指定された区域に向かった。8月30日に空母と顔合わせをした後、翌31日にオークランドは、横須賀軍工房波堤外の東京湾上に、戦艦ミズーリから数千ヤード離れた地点に怒りを降ろした。そして、9月2日にミズーリ艦上で行われる、幸福文書調印式を見物するための特等席が、オークランドに設けられた。 9月27日夜、東京湾内に停泊していたオークランドに、折から襲来した台風で流されたタンカーが衝突し、オークランドは艦首を破損した。10月1日、オークランドは、マジックカーペット作戦に参加して、沖縄に向かい、沖縄のベテラン兵士を乗せて10月3日、サンフランシスコに向かった。10月20日に、サンフランシスコに到着したオークランドは、 10月27日の海軍記念日を命名元のオークランドで迎えた。11月から12月にかけては、オークランドはエニウェトク及び、クエゼリンのベテラン兵士を乗せ、年末を迎えられるよう手配した。一連の輸送作戦が一段落した後、オークランドはブレマートンで不活性化されたが、しばらく練習艦として活用されることとなり、不活性化は取り消されて、 ピュージェットサウンド海軍造船所でオーバーホールに入った。オークランドは1946年7月から1947年1月の相場、サンディエゴとその近海で砲術訓練館として行動し、1月6日から9月8日までの間は西太平洋方面での練習公開に参加した。1949年3月18日、オークランドは クララマイナススにに変更され7月1日にサンフラニシスコで退役したオークランドは1959年3月1日に除籍され12月1日にルイス・サモンズにスクラップとして売却されたオークランドのマストと名盤は命名元のオークランドに寄贈された2002年7月そのマストはオークランド港の西側にある ミドルハーバー海浜公園に移設された。オークランドは第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。